I wanna eat very very extra spicy food. Okay. Hot gapao. Number one. Number one. It's Thai. Yes. Wow. Cho. I think you cannot eat.相変わらずね、タイプーケットに言うんですけども、昨日の夜にですね、激辛料理、なんかタイ南部のね、ちょっと激辛料理を食べたんですけども、なんかひどい、ちょっと緑の、なんか、香辛料みたいな、なんかミントの、すっごいミント辛いみたいな、えげつないなんか激辛料理食べたんですけども、本日2日目になります。ある程度目星つけてるんですけども、これいこうかな。チャイフードテイスティバイトッキー。本場のタイ料理感があるんでね、ソムタムっていうね、結構タイの辛いサラダとか、ガパオとか、いろいろ辛そうなメニューあるんで、ちょっと本場のタイ料理食べたいなと思います。はい、ということで到着しました。ちょっと撮影できるかどうかわかんないですけど、まあ多分大丈夫と思うんですけど、一応ちょっと、確認取ってから、行きたいと思います。 I wanna eat very very extra spicy food, okay? Hot gapao, number one. Number one. It's Thai, yes. Wow! Cho. Where you come from? Oh, Japan. Oh, wow. What Japan can? Tokyo. Oh. Enough for you? Cheese.Chili. Oh. Mm. Medium spicy is, if I put it more, I think you cannot eat. I think you cannot eat. Yeah, 何言ってるかよくわかんないけど。Soybean. Tomato.คุยไม่ได้ว่าจะเข้าไปหาตอนเด็กSpicy. ここのお店で一番辛いのくださいみたいな、 Very very spicy hot って言ったら、このガパオとこれソムタムめっちゃ辛いよって、お前食えんのかみたいな感じでね、これをね、食べていきたいと思います。いただきます。さあ、超激辛ガパオソムタム、お手並み拝見ですよ。ところで、さあまずね、じゃあこのサラダからいこう。こうソムタムね、日本で食べた時のソムタムより全然食べやすいな。酸っぱ辛い、時間差で来るね。入ってる具材ね、これピーナッツみたいなのとパパイヤ、唐辛子とかトマト、不思議な味がする。全然違う、日本で食べるガパオとお酢というか薬というか、よくわかんない味がしますね。ヒーヒーする。このパパイヤサラダ美味しいな。今まで3、4回ぐらいしか食べたことないですけど、一番その中で一番食べやすい。やっぱ薬だ、薬の味がするな、このガパ。
delicious. Good. ごちそうさまでした。ジャンキーな食事が続いてたんで、今日はね割とさっぱりした、ライトな感じで、ね、食べれて非常に美味しかったです。それでは辛さレベルの発表していきましょう。チャイフードテイスティーバイトッキー激辛ガパオとソムダム辛さレベル、ジャラダラジャン辛さレベル6です。6になります。ティンさんにちょっと舐められたかな。うん、ちょっと俺の力見くびってたんじゃないの。正直あんたたち舐めてるでしょ。まだまだ辛いのいけるから、ちょっと話聞いてよ。ちょっと手止めてこっち聞いてよ。はい、もうちょっと忙しいみたいなんでね、あれなんですけど、食べやすい辛さなんで、特にねソムタムパパイヤサラダ食べやすかった。日本で食べた時はねなんか癖あるなみたいな思ってたんですけど、ここのソムタムはグッドデリシャス、美味しかった。2日目のランチ終わったということで、ちょっと休憩してから夜の激辛ディナーに備えたいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。トップンカン。I wanna eat very very hot food. Very very hot. You're very hot. Extra. No problem. Very hot. No problem. No problem. No problem. Very hot. Please come on.